はい、今回は美容院で働く美容師は太った客が嫌いなのかあるいはですね、嫌な客の本音、えー、こちらについてちょっと調べてお伝えしていこうと思います。今回もよろししくお願いいたします。 あのリスナー様にお伝えしたことがあると思うんですが僕はね、えー、結構太ってるんですよあの体重がね大体9 0キロ以上あるんで1 8 0センチで9 0ロとっていうことで、まあ、大きく太ってるとたまにあの言われたりするんですがまあ、そんな太ってるまあ僕はね、えー、まあ、美容室 美容院、えー、美容室、えー、美容師、えー、そういったところに行かないんですよ。人生で今まで、えー、1回しか行ったことがないんですけど、いつも床屋に行くとですね、えー、こ床屋って髪の毛洗うときにこう前に、えー、こう前かが鏡で洗ってもらうことになれてるんで、ちょっとなんか髪の毛洗ってもらうって言っても、髪の毛洗ってもらうって言ってもね、えー、まあ何センチかしかないんで、えー、髪の毛短いんで、えー、まあ、そんなこともないかなと思うんですが、ちょっと。 気分転換にあの、まあ、美容院に、えー、美容室に行ってみようかなと思ったんですがちょっとやはり、ねえー、太ってるということが気になりましてそんなことを思ったんですよ。いろいろ調べてみたらちょっと気になる噂がありましてこちらはまあ皆さんも聞いたことあるかなと思うということなんですが美容院で働く美容師は太った客が嫌いなのかこういったうわ、えー、噂があるんですよ。 まあ嫌いなんだろうなとまぁ、あ、ちょっと思ったりもするんですがそれに関してね調べてみたら実はあの本当に嫌な客っていうのがいるとかそういったことが分かったので今回こちらの件考えてお伝えしていこうと思います今回もよろしくお願いいたしますまずどういったことかっていうことから考えていきます 美容院で働く美容師は太った客が嫌いなのかっていう、まあ、こういった噂があるんですね。だから単純に美容師っていうのは太った客が嫌いなのかっていう、まあ、そういった、えー、話なんですよで。僕はさっきお伝えしましたが自分が太ってるんでね、なんか美容師って結構シュッとした人が多いんで、どうせ嫌いなんじゃないかなとかね、えー、なんかあの勝手に思ったりとか、えーまあ、ちょっと歪んでるところがあるんですが、まあ、そんなことを思って、まあ、ちょっと調べてみたんですよ。 で実際こういうことをあの気になる方っていうのがいるみたいなんで、えー、美容師は太った客が嫌いなのかっていう、まあ、そういったまあ検索、質問そういったワードがあるんで調べてみていろいろ見てみたら分かったんですね別に美容師は太った客を嫌いでもないし美容師は太った客を全く気にしていないっていうことなんですねでさらにもう少し言うと美容師っていうのはその客の容姿をよ,より良くするそういった仕事なんで あの客がまあ良くなること、客が綺麗にえ仕上がること、そちらをまあ望んでいるということで、おそうか、じゃあ美,美容室に行ってみようかななんて、もうちょっと思っちゃったりっていうね、まあ、単純丸出しですけど、まあ、そんなことをまあ思ったっていうまあことなんですよ。で、まあ、こういったものにちょっと関することっていうことで、まあ、リスナー様も 気になるかなと思う内容をちょっといろいろ調べてみて、まあ、憶測になるんですがお伝えしていこうと思います。まあ、この美容師の本音あるいは美容師はどんな客が嫌なのかっていう話なんですが美容師が嫌な客ランキングっていうのがあるみたいなんですよね。でこの美容師が嫌な客ランキングのワースト上位に入るものっていうのが2つぐらいの決まっていて、まあ、ほぼどちらか。 でこの後のことを言うと、美容師があ、ね、美容院に来るなサインとかっていうのも出すらしいんですが、そういったのも共通してるんで、一言で言うと、まあ、時間を守らない人間、時間を守らない客がまあ嫌であると、まあ、それはそうだなと思うんですが、まあ、そういったものをちょっと考えていきます。まずですね、この美容師が嫌な客ランキングのワーストに入ってるものなんですが、こういったことが言われてるんですね。あの髪型ヘアスタイルをですね、 お任せしますと言いながら、えー、実はですね、仕上がって文句を言う人、まあ、かなり美容師って結構大変だなとかって思うんですよ。まあ、お客さん的には、えー、まあ自分のその希望するまあ、ヘアスタイルがあまり決まってないんで、まあ、美容師にお任せしますとか、まあ、そういうことを言って、えー、まあ出来上がりがさほど問題がないのに、えー、文句を言う人がいると、まあ、そういう人は美容師が嫌いな客であると、まあ、そうかなと思うじゃないですか。お任せしますとかって言われたんで、その通りに、えー、ね いろいろ注文を聞いてやったら、その後ね、仕上がった後に、えー、髪型があなんかどうのこうのとか、もっとこうしてほしいとかね、文句を言われる、えー、お,お任せと言って文句ばかり言う客がまあ、嫌いだと。まあ、これはちょっと美容師の言い分もわかるかなぁとまあ、思ったりもしたんですね。まあ、美容室嫌い、美容師嫌いの僕らへのもなんですけど、っていうことでで。 これなんですよ、えー、最もっていうか美容師が嫌いな客ランキングのもうワーストに入るのが時間を守らない人っていうことなんですね。これあの仕事におそらく影響するからっていうことだと思うんですが美容室っていうのは予約制のところが多いじゃないですかだから予約した時間に例えば大きく遅れてくるとかあと例えば予約した時間に来ないドタキャンとかね、まあ、そういう人はあの嫌われるっていうことがまあ言われてるだから美容師の本音でしょうね嫌、えー、な客のお、まあ、定義、えー、時間を守らない人あるいはドタキャン をしたりする人だから美容師っていうのはスケジュールが決まってるんでその後の予約が入ってるんでか勝手にドタキャンしたりとかね、えー、するとまあその後の仕事に影響するってことで,で別に遅刻をするとか何なかしらかのら段の事情があるっていうのは人それぞれだと思うんでまあ連絡するっていうことですよね、まあ、まあ人として当たり前っていうのもなんですけどだから美容師があのー、嫌いな客ランキングのワーストっていうのは時間を守らない人っていうことですね。 ドタキャンしたり、えー、大幅に遅刻したり、そういう、そういうことをする、まあ、客が嫌いであると、まあ、そういったことが、まあ、言われていると、まあ、そうだなと思います。で、えー、まあ、これは僕は、一回しか言ったことがないし、実はちょっと、こういうようなね、えー、ことを思われるかもしれないから、だから、ちょっと嫌だなと、まあ、ビビるみたいな感じなんですけど、こういうのがあるらしいんですよ。美容院の来るなサインっていうことです。美容室、えー、美容院、あるいは美容師が来るなっていうサインを分からないように出すらしいんで、まあ、出されるのもなんか、 悲しいしい、まあ、ちょっとなんかね、マイナスじゃないですか。で、どういった客にそういう美容院のナサインが出るのかっていうと、先ほどのとまあ似てるんですね、えーまあ、まず先ほどのワーストで入った時間を守らない人ね、予約を入れておいて時間を守らない、あるいは全く連絡もせずにドタキャンをするとかっていう人はあのー、その後の予定に影響するんで、そういう人はナサインの対象になると、まあ、どのようにサインがあん出るのかわからないんですけど、まあ、ちょっとあ,あからさまに相当うう態度されるのか、 まあどうか分からないそれは何でかと,いうとそのあとのお客のスケジュールに影響するお他のお客が待つ羽目になるそういったことからということでまあ最もだなと思いますあと、えー、この美容院のクルナサインということで、えー、客が美容師に対して無理な注文をすることがあるらしいんですよで そのまあ無理な注文というか、まあなんていうのかな、あの終わったあとっていうことなんでしょうかね、これ、そのさっき言ったように、僕、美,美容室に1回しか行ったことがないんで、ちょっとなんとも言えないんですが、まあ何かっていうと、無理な注文をしてくる人、例えばパーマをかけた後に、やっぱりストレートに戻したいとかね、かなり厳しいじゃないですか、で髪の毛を黒く染めた後に、やっぱり明るく染めたいとか、かなり無理じゃないですか、であのカットをした途中にやっぱり髪型を変えたいとかっていうの、も無理じゃないですか、もう切っちゃったっていう話だと思うんでね。 髪のの毛ね、うん、でこの自分勝手なあの注文を言う人っていうのは美容師、美容院からクールなサインで、えー、対応されるっていうことで、まあ、まあ分かるなってで、とにかく時間を守らない人でしょうね、時間を守らない、あるいはドタキャンをする、あるいはこの無理な注文をするっていう、まあ、そういうことじゃないかなと思います。で、まあちょっとね、えーまあ、こういったところも人間関係なかなと思ってあの、マイナスのことを言ったわけですよ。 嫌な客の本音ってで。で、逆があって、いい客っていうのはどういう人か、つまりどういう定義かというと、美容師が気になるお客さんっていうのはどういった人なのか、そちらについて調べてみました。美容師が気になるお客さん、あるいはですね、美容師がこれからも店に来てほしいと思う人、そういった人はどういう人なのかっていうと、一言で言うと、感謝の気持ちを伝えてくれる人だそうですまあ、確かにそうだなとかって、僕はね、えー、さっき言った男だからちょっとわからないんですが、まあ、おそらく女性だと思うんですが、あのまあ、髪の毛を切ってい い,ただいてその後にあの可愛くしてくれてありがとうとかね洋服選びも楽しくなりますとかメイクも楽しく、えー、なりますとかねちょっと男の意見がなかったんでどうかなと思うんですがあお客は美容師に対して感謝の気持ちを伝えるとでそういったあの感謝の気持ちっていうのは美容師の仕事の、えー、モチベーションアップやりがいにつながるっていうことなんで、えー、今回調べていて思いましたけどやはりね、えー、まあ感謝の気持ちを伝えるとまあ良い人間関係になるとまあ美容師とお客さんといっても人間関 関係ですので、やはり人間関係の上に成り立っているのかなと思いましたということで。 僕もちょっとね、あの気分転換に髪の毛を切りにあの行こうかななんて、髪の毛短いんですけどって思いましてえ、ちょっと調べていて、まあ、リスナー様もこういった話、関心を持たれる方がいらっしゃるかなと思ったんで、えー、まあ、ちょっと今回はこちらの件ですね、えー。美容院で働く美容師は太った客が嫌いなのか、別に嫌いではないと。で嫌な客の本音っていうのはな何かっていうことがあって、2つね、えー、あの時間に遅れる人とか、あそのお,お任せと言って、えー、まあとで文句を言うとかね、あと、まあ、無理な注文をするとか、まあ そのような件についてお伝えしてみました。まあ何かしらご参考になっていただける点が一つでもあれば何よりですということで今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。